モルフェウスの領域は2010年に角川書店から発行されたカイドウ・タケルの長編小説。桜宮サーガと称されるカイドウ作品群は時代設定を1988年から2022年としており、本作に登場する佐々木敦氏は機関のナイチンゲールの沈黙医学の卵にも登場しているが年齢面で矛盾が生じており、それを指摘された作者が 辻褄合わせのために2009年1月号の野生時代にて執筆。その後、不定期で野生時代に掲載され2010年12月に単行本化。ナイチンゲールの沈黙に続き、作者が主に執筆する医療を題材とした小説に SF の要素を取り入れた異色の作品となる。続編のアクアマリンの神殿はブロック氏三者連合の勇敢に連載された。 桜宮市の未来医学探究センターで東場大学医学部から委託された資料整理をする日々の良子にはもう一つの仕事があった。世界初のコールドスリープ被験者として人工的な眠りについている佐々木厚氏の生命維持の管理である。厚氏はかつて右目に網膜目細胞腫を患い摘出したが残された左目にも発症。全盲の危機に直面しており、 特効薬の完成には数年の歳月が必要だったが、折しもゲーム理論の権威者、曽根崎慎一郎教授が提唱した、遠眠りやつのりを基盤として、次元立法、人体特殊遠眠り法が制定されたため、その治療法が確立されることを期待して5年間の人工的な眠りについていた。2006年を舞台にした、ナイチンゲールの沈黙では5歳。 16年後の2022年を舞台にした医学の卵では17歳。野生時代2009年12月号、2010年5月号、10年9月号、10年10月号、10年11月号。医療を題材としない小説は、夢見る黄金地球儀がある。ありがとうございます。